ワオ64とは、64ビット版のマイクロソフト、Windows において Win32 アプリケーションを実行するエミュレーションレイヤーサブシステムである。64ビット版の Windows は、基本的に完全に64ビット化された NT カーネルで動作する。X64 に IA-64 対応の オペレーティングシステムでは、X86 の3 2ビット ABI に対応するか、どうかの選択を迫られることとなった。6 4ビットの Windows では、6 4ビット ABI と3 2ビット ABI の両方に対応し、Win32 API を Win64 API に呼び換えるエミュレーション層が実装されている。これが WAO64 である。これにより、 3 2ビットアプリケーションはそのまま6 4ビットの Windows でも動作する。以下の3クレイヤーが用意されている。提供されるモジュールの一部は X64, ARM64, IA-64 でそれぞれ異なる。X64, IA-64Windows は X86 のエミュレーションレイヤーのみを提供するが、 ARM64Windows は X86 と ARM32 のエミュレーションレイヤーを提供する。なお、ARM64 では X64 のエミュレーションレイヤーの提供も計画されている。WAO64 は WAO64 ホストプロセスによって予約された 4GB の仮想空間に 32bit アビのコードを読み込み、そこで発生した WIN64API に変換可能な API 呼び出しを変換して Win64 サブシステムに伝達する。構造体の変換は自動的に行われ Win32 側では現在動作している OS が3 2ビットシステムか6 4ビットシステムかを意識する必要は全くない。またユーザーモードで動作するコンポーネント群は3 2ビット版と6 4ビット版が用意され、 例えばオーレなどは3 2ビットで閉じた範囲で動作できる。6 4ビット版で提供されるコードは単一のソースから3 2ビット版と6 4ビット版両方をそれぞれコンパイルして作られているため機能的には3 2ビットシステムと6 4ビットシステムの間にさえはない。Windows の6 4ビットアビは Win32 の3 2ビットアビをそのまま6 4ビットに 拡張したものである。したがって、6 4四ビットアビのアプリケーションは8イトのアドレス空間を独占的に使えるようになっているが、ここに一つの問題点がある。3 2二ビットアビのコードを格納可能な仮想空間ガ4イトをも6 4四ビットアビに独占されてしまったことである。このため、3 2二ビットアビを格納する場所がなく、3 2ビットアプリケーションは、 もとより DLL や o c x をロードして呼び出すことも不可能となってしまった。そのため、マイクロソフトは3 2ビット Abi のコードと6 4ビット、Abi のコードとの相互な呼び出しを禁止している。この顕著な例としてインターネットエクスプローラーの振る舞いが挙げられる。3 2ビットのアクチベックスコンポーネントを検出すると6 4ビット版 IE は 処理を中断して 32bit 版 IE に処理を引き継ぐ。32bit アプリケーションと 64bit アプリケーションの間には実行ファイル以外のコンポーネント群を互いに利用することができない深い溝がある。16bit から 32bit への過渡期に用意されたサンクメカニズムはシステムの不安定化の原因となっていたため、 ワオ64では提供されず、3 2ビットコードと6 4ビットコードは一つのプロセス内に共存できない。3 2ビットのプロセスと6 4ビットのプロセスとの通信はアウトプロセスコム、または WCF などによる RPC や DLL プロキシコムサーバーをはじめとして、各種のプロセス間通信が使用可能である。なお、一部のハンドル値は、 解3 2ビットのみが有効値として使用されるため Win32,Win64 で共有することができる。2010年現在の6 4ビット w i n d o w s では Windows システムフォルダーには6 4ビットのバイナリが置かれ3 2ビットプログラムはその中にあるファイルには直接アクセスすることができない。3 2ビットプログラムによるシステム32フォルダーへのアクセスは自動的に システムルートシスワを64へとリダイレクトされる動作となり、プログラムからはシステム32フォルダーにアクセスしているように見える。シスワを64フォルダーには32ビットのバイナリが用意されている。なお、広報互換性の理由から64ビットのシステムフォルダーであるにもかかわらず、システム32という名前になっている。 Windows レジストリへ3 2ビットアプリケーションがアクセスする場合は一部リダイレクトされる。HKLM ソフトウェアと HKCR 下のレジストリキーへのアクセスはそれぞれ w 千四6 4 3 2ノードと呼ばれるキーの配下にアクセスしている。ありがとうございます。